はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、新青銅高校サクチャルですね。ちょっとようやく一人目作っていきます。で、とりあえず一人作ろうっていう感じなんで、デッキに関しては前回のお試しと変わらないです。で、 PSR のその7位のフル覚醒50っていうのがもう全然見つからなくて、もうとりあえずここで妥協しました。まあ、7位をそもそもね、助っ人に設定している人がいなくて、ただ探すだけでも大変なんですけれども、まあちょっとね、もう少しレベルの高い7位が見つかればいいかなと思うんですけど、とりあえず今回はこれでいきます。で、まあ、お試しでやってた時もね、結構行動がガバガバだったんですけど、特に何かを見直したわけではないんで、ちょっと今回も割とねガバ行動があるかもしれないんですけど、金徳とかもね、イベント内容によっては経験点が高ければ切っちゃったりしてもいいと思うんだけど、まあ、そこら辺の経験点的なものもよくわかんないっていう。さて、2人対等しつつ、まあ、評価を上げていくというのが、まあ、基本になるんで、最初は、まあ、2人対等できて、かつ評価上げができるところ、ここはだって1人しかいないでしょ。ここは帯同がいっぱいできるけど1人、そうだね、監督はまだいいんで、ここで4貯めて、ちょっと待ってね、少しだけ学んだ、4貯めて奥村使って12で監督、これをまず最初にやろう。でここで監督引っ張ってきても意味ないんで、ここそろそろちょっと精神で回復したいな。自己紹介で回復系のイベントがあると結構助かるっちゃ助かるんだよね、最初に。で、今4溜まったから、ここで奥村使うでしょ、これ12溜まるでしょ、これはで、ここら辺の選択肢とかも全くわからんっていう。で、ここから監督を引っ張っていきたいんだけど、体力がないからメンタルをやらざるを得ないと思うんだけど、ちょっと無理だな。カロリーバーを食うような案件でもないしな。寝るか寝れねえし、まあまあまあ体力的には大丈夫。そして監督一人か、経験点的にはここすげえ評価的にはここすごいけどね。100か、100も重要だよな。監督1人、いや監督1人だったらちょっと2人やっぱり引っ張っていきたいから、よし、おにぎりありがとうございます。てか点数ってどれくらい出てるんだろう、全然見てないんだけど、めちゃくちゃインフレしてそうだよね。片岡監督が1人しかいね。じゃあ回復しながらちょっと、でそろそろちょっと無理してでも引っ張ってこないと時期的にやばいと思うんだけど、ひどい。監督いる、やろう。監督引っ張ってきたらやっぱり東条も引っ張っていきたいから、ちょっと魂の数をカウントしつつ、ここで監督でしょ、オッケーオッケーオッケー、これ で16あるということは東条が引っ張ってこれる。これ東条来る、多分来ないよね。しらすと金丸だよね、多分下2人が来ると思うんで、だったら一旦経験点を挟むか。でコツとかはね、結構直取りをしていかないと本当に経験点が暴りまくるんで、でここは回復をしてもらう。東条が欲しい、いる。ここはちょっと東条を引っ張ってこよう。でゾノと東条だよね。でも、なんで
同種の練習4人か全然気づかなかったわ。餅つきバトルも回復はしてくれるんでありがたい。で回復挟むからこうやって出ていいでしょう。で7位はしなやかさ、でここで道場を使ってあとは経験点、いいやつになった、やったぜ。上ありだな、倉持はいらない今のところ。でここは衣笠川上、川上は技術、いやでも回復したい。麻生か、麻生でも20必要なんだっけ。じゃあまだいいや。奥村の評価上げて回復して侍と練習して、で人間観察これ福井部なんだよね。で2回目がかなり回復できるんで、でじゃあまた安っちいやつはガンガン取っていこう。さよならとかも取ろう。あと守備職人も1で掴んであればいいでしょう。ポールアシスト、筋力が足りてないね。でここからしらすメンタルが上げられるか、野球マンメンタルで上げたい気がするんだよな。ちょっとバックアップレベル、いや誰もいないか、誰もいないのはちょっと嫌だな。麻生、麻生でいくか。戦神は2で止まるはずなんで、これちなみにさ下にするとどうなるの、80くらいか。体力がマジでなければねやってたけど、上にちょっと今回下にしてみたっていう。でここでせっかく麻生を引っ張ってきたんで精神打撃練習いぶし銀で、またあとポイントためなんで、奥村は乗った、みゆきがまだ、エプレミちゃんもまだ、2人いるところはここいいやつがあるから早めに評価が上がってくれるんでそこは助かる。これ別に続けていいよね。7位は最後の経験点結構くれるから。でメンタル野球マン、2人いるんでここで上げよう。いやいいね、めちゃくちゃ回復するわ。で精神バックアップレベル、もし魂2個くれるのかなりいいよね。でここはもうキャッチャーはいらないんですごいやつにしてみよう。打ったタイエースか、ちょっと回収していこう。んキャッチャー取れるよね。怪我しにくさはちょっと筋力が多分足りない。タイエースも1でいいや。いぶし銀は2、他サイン察知 OK で、走塁が来てるな。エプレミちゃんか、これは走塁上げておきたいね。2人引っ張ってこれるしやろう。ここからバックアップレベルがどんどん上がっていくと助かる。やる気が上がった。7位これになった、わからん。サングラスを使おう、流し打ち、だから流し打ちを取る技術がない。17で次どうしようか。ゾノが引っ張ってこれんのか。回復したいしね、特になんか来てるわけじゃないんで回復してゾノでいこう。吉川さんもね悪くないんだけどね。
これ多分吉川さんやればみんな乗るかな。じゃあどうだろう。守備はもう来てるから、青銅に魂21を考えると、まあ、じゃあまずちょっとゾノ行っちゃいますか。で、クルヤ、ここはだって人がいないでしょ、まあ、タッグ組みながらって感じかな。ここら辺のコツもね、早々に取っておくと経験点になるからね。落ち合いコーチ助かる。これこだわりはないにして終わらせちゃおっか。いやでもこだわりはあるにした方が経験点入るのかな、わかんねえ。いや牛若とかマジでいらないけど、マジでいらないけど、ちょっと経験点のためにイベントを進める。でまた魂を貯めつつ守備で、奥村でしょ。そうすると七井とみゆきがまだ筋力は残ってるんで、ちょっとここら辺そろそろ考えていかないとね。ゆいも筋力が残ってるのか。そうすると七井は打撃で技術を上げるか。いやバックアップレベル先だな、一人だけど。ちょっともう11月だし216でもでかいな。結局こっちに走り出すな。いやこれは今の経験点より後の経験点、それを考えよう。よし、いいタイミングで来てくれた、お願いします。で野球のリズムもまあ別に進めていきますか。で打撃で3にはなる。7位が打撃か。7位が打撃だから、みゆきが筋力に来て、ゆいが筋力に来てっていう感じ。それで3、筋力と技術が3になる感じ。いや、それで。筋力が3になるってことは、怪我しにくさは早めに取っとかないと。パワーヒッターも直取りしてよかったけど、まあ、進めていこう。要は3回続くやつを2回目で切るかどうかみたいな、そんなとこだよね。パワーヒも取って、まあ、パワーヒは最悪ね、プルヒッターと交互に取っていけば、プルヒッターじゃない、広角打法と交互に取っていけば、まあなんとかなるっちゃなんとかなるんで。で14でしょ、まだまあ14なんで、評価は奥村もの、違う、奥村はやったんだ。ゆい乗ってるし、ゆい乗ってる、みんな乗ってるか。ここは一回回復しとこう。どうですか。まあまあまあ経験点でもいい。これはゆいを励ます。あ、これなんか体力系っぽかったな。基礎能力がしょぼすぎるんだけど、基礎能力がしょぼすぎるけど、まあそこは全然いいんで逆境取ろう。あとはリベンジ、ささやき破り。よし、これでだいぶ精神をさばいた。で、じゃあ次どうしようか。7位はもう筋力上げきっちゃってるっていうか、練習してるから特に意味はない。川上、川上引っ張ってきて技術っていうのもありだけど、どうしようかな。金丸は回復でしょ、倉持いらないでしょ。しらすか、まあ、ここにしてしらすで敏将を回収するか。いいやつがあってやっぱ違うね。肩コツ、これどうなの。まあ、それなり守備のコツも掴んでるし、でこれは経験って回復のイベントなかなか起きないよね。筋力が上がらんな。
1人金回りをそろそろ回収してもいい気がする。まあ、沢村はねバックアップレベルがちょっと上がらないとなかなか難しいんで、回復してくれた、やった。128200、勝った。まあ全然悪くないです。まあ技術が3あるからね、最悪技術を重ねていけばなんとかなるっしょ。超楽観。スペシャルメニュー、やった。9回の角を取った。感動しました、キャプテン。でここは体力を回復するために健康よし、大吉完全に回復した。でまあ一応ちょっと9回の角を回収しておこう。他精神が余ってるね、だいぶ、なぜか知らないけど。というわけで、まあ、見ていくは見ていくけど、牛若丸だ、便所は牛若丸でなんとかさばけるよね。少し、あ、間違えちゃった。弾道察知して呼吸を上げていこう。だいぶ上がったな。呼吸だけうまい、呼吸だけうまい、キャッチャーで。まだ魂は足りてないからここだな。あとは経験点を見てひたすら回収していくと。筋力のタックが来てないけど今のところそんなに困ってない。まあ、もちろんバックアップレベルが高い方がね、筋力が重なった時にポイントになるんだけど、感染来ないな。これ失敗してもいいんだけど、総力 D まで上げようじゃん。で広角砲が取れそうなんで広角打砲は取っておくか。で筋力一応上げとこう。ここは2人来てるしね、さすがに上げておく。でバックアップレベル上がって、野球のリズム食え。詰まった。まあ回復はするからね別に。メンタルで1人、あそうか、敏捷も上がるのか。バックアップレベル上げちゃうか。じゃあ216、いや上げちゃおう、もうここは。であと誰だ、20溜まったけど。川上か、技術を回収しに行きますか。お、マインド。いいね。ちょっと。体力を回復しよう。で、川上を引っ張ってこよう。選球眼。ってことは、敏捷が余りそうだから、総力ブーストとかは、もう直で取っていこう。一層もあれか、3になっちゃったのか。まあいいや、速攻。で、特にって感じだから、川上を引っ張ってくる。金丸使ってもいいな、今思ったけど。川上ね、東条と川上、まあ、135145とかだから、まあまあまあいいでしょ。ここでもうこのピッチャー練習は全然意識してないですね。いるからやろうみたいなことはやってない。で共通点にしとこう。アーティストになりたい。めちゃくちゃパワー低いけどね。で忘れぬうちに技術経験点を回収して、筋力をちょっと回収して、パワーなんとなく上げとこう。どうだ、全然ダメだ、全然しょぼい。そう、あの経験点のため両打ちにしてきたんだよね。両打ち初期能力が低くなるから良くないって思って、
これはここ3人いると300、これ4人重なるとだからすごいんだよね、バックアップ経験点。まあいいよ、回収しよう。でエプレミちゃんのいいところはこれ、マジで体力を回復してくれる。結局チョコはもらえなかったのが悲しい。エプレミちゃん、あのチョコカウントに入らないの？カウントに入れていいでしょう。全然145334、やっぱり B 色だな。いやここはこれだな、回復しながら400。てか素の経験点が400にいったらバックアップ使うか。みゆきミニショーになったもん、なんか何でもいいや。ちょっとそこら辺も大して考えてないからね。筋力が欲しいっちゃ筋力が欲しいんだよね。沢村か、沢村がいるんだったらちょっと一回やっとこう。バックアップ2倍は使っておきたいは使っておきたいね、もったいないから。でもあんまり後回しにしすぎても使う機会がなくなっちゃうから、そこら辺が難しい。300、いやまあこれはここだな。これあれか、倉持引っ張ってくるか。最悪ミート上限プラス7なんだ。でプラス8になるよね、そういえば。ちょっと待って、やっぱり敏捷を使って倉持引っ張ってくる。まあいっか、ゆい少年で一回回復をして、まあ、1年生組のね経験点ももちろん全部回収できればかなり美味しいんで、そっとしておこう。でタックが来てるわけじゃない。245、いやだったらまあ普通にここだな。倉持がいる使うか。落合監督からそれなりに魂もらってるんで余裕はあるでしょう。直しとこ、ちょっとこれって普通にさ体力も回復するのかな。ミッションが直った、技術をくれた。牛若が200か、かくらんをちょっと取っておこう。あと何アンダーとかだけになるか。いやでもそれなりにあるか。レーザービームが60、ちょ何アンダーも取っとこう。ああと走塁と盗塁があるのか。よしこれでもさばいていこう。145145、バランスは悪くない、まあ、通常だったらねバランスを考えるからね。まあ145145で300でしょ。いややっぱ素で400いきたいね、使うんだったら。で普通の練習経験点3倍がどうなんだろうな、あんまり使うところがないんだよね、まあ、もちろん経験点アップするって考えると使っておいた方がいいんだろうけど、そこまでのあれがあるかな。これ何が言ってたん、何くれんの。ベージしてくれた、やった、取ろう。早急もいいや。29でしょ、すげえいいのが来てたら3使いたいけど、いや普通の素の経験点を見たときは微妙だよね。まあここかな。魂がすげえ溜まってくるんだけど、あの落合監督から降格を取らないからね。危ない、これでサボり癖になったら最悪だったからね。これは真似をする。新球界の一応回収しよう。そんなに高くないね、二次得にしては。でそろそろ1年生組が入ってくるからそれも見越しておかないといけないんで、90と135、
ハルッチがいんのか。まあ悪くないね。君がさってなんだっけ。あ、練習レベルが上がるのか。いっぱいあるし練習レベル上げとく。どうせだったらあんまり残しすぎてもね、そこまで点になるわけじゃないんで。まあ、なんか知んないけどコツをくれる謎のやつ。よし、じゃあちょっと、まあ、8だしね、安いし。あ、しまった、あれを見てからにすればよかった。練習見て、みゆきを使った方が良ければみゆきを使った方がいいんだよ。いや、良さそうだ、大丈夫そうだ。金マールがいるな。まあ、ここはちょっと回復しつつ経験点回収で、てかまだ2倍を1個も使ってないからね。なんか最近ピッチャー練習もあんまりしてなかった気がする。一応打ったぞ。どうなんだこれ。よし、これだから最後経験点くれるからね、これは全然進めてっていいでしょう。歯は D しかないけど、じゃあ上げていかなきゃいけないのは肩で、呼吸はもう上がりきるよね。 S まで、 S まで上がりきれば経験点はまあ大丈夫なんで、パワーか足りてねえのが。上げられそうなやつ上げていこう。でそこでまず見る経験点324。いや、ちょっともうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい。324、いや使いたいけど181827が50。すげえ微妙。もう一人欲しかったよね。もう一人いたら使ったんだけどな。で引っ張ってくるとすれば、じゃあどっちっていう話になってくるんで、浅田瀬と一応ハルッチ引っ張ってくるか。うまくいけば練習経験点高いやつ使って、バックアップ経験点が高ければみゆきを使って、そんなところでいこう。でここでソウルバーストもらえるんで、まあまだまだ大丈夫、使いどころはある。印象ポイントでやっぱ普通の経験点は少ないよね。普通の経験点は少ないんで、ここはちょっとまず由衣少年、精神の経験点がもらえるんで、精神は107しかない、大丈夫、行きましょう。これも相変わらずわからん、表にまとめた方が良さそうだな、こういうイベント。で280、あとは筋力を上げないといけないのか。ちょっと筋力無駄遣いしすぎた気がするな。バックアップレベルが上がるのが遅かったからね。で使ったは使ったでしょ。じゃあそこから今度またワンチャンありの沢村を引っ張ってくるか。135、いや135の216だったらこっちだな。怪我しに来た、取る、もうそろそろ。で334の28か。技術2人か。技術2人引っ張ってこれれば可能性としてはあるからね。ちょ、総力バスト取っとこう。で初撃もいいな、からの打球伸び。打球伸びはもうとにかく困ったら取るっていう、そういう感じで。36あるということは今この2人か、持ってきてるのは。で最悪瀬戸を回収すればいいか、何もなければね、経験点の高いやつが。チャンスメーカー。でも5月だからね、全く使ってないよ。324の90か、使うか、これはここで使おう。というわけで上げられるものとすればいいと。
精神が足んねえな。からのバックアップを使って体力回復してくれた。すっげえありがてえ。648678だから大丈夫でしょ。であとはまた沢村をちょっと今度意識しつつ、川上2167だけ沢村がいるね。まあ取れるか。いやここいいな。回復したいけどまだカロリーバー2つ残ってるからな。ちょっと待って、技術が溢れる、本当に溢れるわこれ。肩上げとくか。であとマジで技術使うやつ、ちょインコース。精神が足りなくなってんね。レーザービーム、バントとかも結構使いそうな気がするんだけど、バント精神も使うわ。今フリアがいるのか。フリアがいるけど対してだよね。対して経験値、あーでもここだってたらフリアそこそこ。奥さん18、5さん15、135の3、ここ悪くねえな。野球マンとエプレミちゃんの 30% アップが乗ってるからか。どうする、どうせだったら使ってみる。沢村はまあもうちょいいいや。いくつ使うの。16か、それないだな。まあいいや、やろう。これは軽めでいこう。なんか体力とか減らないか。まあ悪くないよね。まあ悪くない。だってこれはよし、 OK。 練習経験点3倍をなんか活かせた気がする。で特にでかいのがないからここはもう回復だね。ここでで浅田と瀬戸がいるんで、まあどっちか使っちゃおう。次ってか落合監督1人しかいねえし。ピッチャー練習もまだか。216。沢村どこだ。沢村ここか。今精神足りてないからここで沢村を引っ張ってくるのはありだね。ちょっと上限アップさせておこう。でパワーが全然足りてないんだよね。パワーが30でしょ。ここでいくつ使うんだ。20も使うのか。沢村引っ張ってきても無理だなこれ。ミートに応じて経験点は筋力やろう。ちょっとミートに応じて筋力からの、A までも上げられないな。勇気は最悪もう無視かな。そうするとでプラ5でしょ。プラ5だったら216の2727、結局沢村のいるところになるか。まあいいや。コブ何回目今。まだ12回目だよ。少な。筋力226、1人しかいない。吉川さんが324。15じゃ使えないでしょ。いくつ ?16 でしょ。だってということは一回沢村手放してから臨床が多いよりはやっぱり筋力と精神が欲しいので、ここで浅田がいるね。浅田もやってないからで20 390 90。これでかい。いやこれはでもできたらやりたかったね。やりたかったけどちょっとそれできないんでしょうがないと。だから普通に回収はするとはいえ技術がなさすぎるんで、余りすぎてるんで投手にコントロールに手を出そう。精神も使っちゃうからね。200、300くらい。あとちょパワーも上げなきゃいけないからこれで技術はちょっと使うんで、でこれでちょっと待って、まあまあまあ大丈夫。
て体力的な話をしちゃうと足りてないから、ここで金丸とハルッチが来るのか。浅田って何、技術とかいらねえ敏捷もいらねえかんな。いやでも経験点のためには欲しいよね。何が取れんの、300取れんのかよ。まあ経験点のためにちょっと回収はしておきたいな。いや沢村用に20残しておくのはありだよな。だってまだ6月ワンチャンあるからね。でここで沢村は来ないから、いたけどね、いたけど来ないはず。うん、あ来た、なぜだ。あれもう一人いなかったっけ、使ってないやつ。いやただ沢村のために残しておいたからバックアップ経験点を。いけるはずだ、いけるはずだ。ないしょぼい。これは使わないよ、これは使わないで引っ張ってくるとすればここかな。そろそろちょっと難しくなってきた、練習の選択肢が。で28メンタルはしょぼい。いやー一回メンタル挟む。てか沢村、また沢村引っ張ってくれ。もう9090あるでしょ、ね、21は怪我する可能性があるから、ハルッチと沢村が引っ張ってこれんだよね。回復してやろう。ここは一応ミト107まで上げちゃおう。でバーもう一個食っちゃって、7月はもうちょっと沢村頼みだな。これで14回目、まあ、ギリギリ1回できるかどうかだね。あと沢村145、いや300クラスがない。せめて300クラスが来てくれればな。いやここは1回回復しないと無理だな。メンタルをやって、これ寝たらさ2人いなくなるの。ちなみにそしたらだいぶターン無駄になるよね。いやでもこの体力量はきつい。寝よう、寝るしかない。4番キャッチャー、まあ、あとは負けないこと。いやもう試合は本当に一緒、一応パワー S にしとこう。よしで、ここで使い切っちゃってというか、守備力で上げられんね。3種類うまく経験点を使える。はい、よしこれいこう。え、これでまた沢村を引っ張ってきてで、なんかいいのが来るかどうかって感じね。2周でだって沢村いるこれありだな、寝るありだな。あ、これで使うのよくない。え、待って300 145 145、ちゃんと計算しよう。ちゃんともう最後だから、145足す145足す100、390 390、390の18の135の216、369、まあ、バランス的にはでもここだよね、まあ、メンタルで回復しながらっていうのは例によってありだけど、ここ全員引っ張ってきてる。で33だから浅田が使えるわけではないんだよね。でそれを考えると使おう。ふん、サムラ、よしよしよし。でこれ大丈夫だよね、全然大丈夫、溢れることはない。でこれで15回目、で3周でしょ。ここで引っ張ってくればいいんだよ。引っ張ってくればまた練習経験点3倍ってこういう時も悪くないよね。8324 5315、あーやっぱこういう時も使っていくのありだな。ってことは最後の最後
安定を取るならでも浅田引っ張ってきて経験点に変えるっていうとこだよね。145の100取れる、いやここでいいでしょう。そうだな、もうここだな。これで浅田引っ張ってきて、あ、ハルッチも引っ張ってこれんじゃん。でうまくいけば経験点の高い方回収する。 OK、まあ、4人はねしょうがない。もうおまけ、あとはここで負けないことで、なんだかんだね、なんで総力93になってんだろう。一応よくわかんねえ。あ、臨床ちょっと使おうかなって思ったのかな。能力的には別に上限突破させる必要ないから、 うまくね経験点を使っていくことが大事だから。連打いいじゃん、連打ささやきいいじゃん、うまい感じで取れてるよ。高速チャージもバントシフトの時ってこれ関係あんのかな。キャッチャーも一塁と三塁が主に意味がありそうな、そんなイメージだけど、バントもうまくなっとこう。広角を取っとくか。怪我しに行くさ、なんだかんだで余ってんな。よし OK で、これで最後に練習見て浅田を取るかハルチを取るか考えよう。経験点的な話だから。49がでかいな。え、 55？ ちょ待って、わかんねえ、重なってないよね。バックアップも考えないといけないからね。226、ここいいな普通にね。でこれ3倍したところで大した数字にならないから、そうだね、ここで最後浅田を使って技術、ほら頑張れ、俺も見せてやる。重戦車いらないけど、でいいじゃんいいじゃんいいじゃん。そこから最後にこれをやって、ちょっと待って、226ほんと37 37 28 200、いや大丈夫だよねいい、大丈夫だ、もうまあ、あとは練習性能の高いやつを追っていけば大丈夫でしょう。ここ80、ここの時に使いたかった普通に。まあいいや。ではここ245、ここだね245。まあまだ溢れない。一回メンタル挟んどかないとちょっときついよね。練習もしてくれる。で練習一回50っていうのもねやっぱでかいから、そこら辺も意識しつつやるといいのかもしれない。ちょっとなんか余ってるから上げるだけ上げとこう。で怪我しに行くさ、はいはい。牛若も取るか。で4番はまあいいや、一発逆転よし OK。 これでもう絶対溢れない。やっぱりね野手のいいところは試合が楽だしね、試合経験点が高いっていうのもいいよね。216取れるな。ここ練習性能だけ見るとめちゃ高い。3倍使うとすごいことになりそうだけど、次のバックアップもやっぱり見据えないといけないんで、最後の練習だったらいいけど、三陸クラスが来た。216、300クラス取る ?300 取りに行って、でもこれでも260は取れるんだよね。最後メンだってこれで最後さ、すっげえしょぼいメンタルしか来なかったら悲しいからな。最後にいい練習が来ると思ってここにする。最後も経験点を稼ぐ、そういう意味でメンタルをやる。よろしく頼みます。ちょっとパワー上げとこう。はい、いやこれでね125入るからね、マジでかいわ。じゃあ最後の練習、お288あるじゃんあるじゃん、いいのあるじゃん。288の18、
や、いやいや、全然ここだよ。全然ここでいいでしょう。でちょっと筋力が余り気味っちゃ余り気味だけど577、まあ、500はさすがに入らないっしょ、入らないっしょって思いながら、まあなんか取っていきますか。重戦車取ろう、せっかくだし。ローボールヒッター、後部、後部しとくか。4番丸よし、これで OK、 もう絶対 OK。 よし、最後も軽減点回収して、あ、おまけもくれるからね。聖堂魂35くらいにはなったかな。ドラス3かよこれはちょっと、まあ、スカウトさん全くやってなかったからね。30か、経験点的には、まあ2万超えたところか。もうちょっと、もうちょっといきたいね。2万1000とかね、超えた時あったからね。それを考えると、すげえうまくいって、なんか2万2000とか出したいけど、だから一応ちょっと取ってく？なんか取れるやつ。経験点余ってっから。1個ずつ取ってこう。丸にしていく。固め。初級も取って、で少し精神がないけどそんなには別に変わらんか今のところ。ラッキーボーイ取るとだいぶ精神なくなるけど、ラッキーセブン、ラッキー系を取るとあれだな、なくなるな。接戦、冷静とかめちゃくちゃ重いな。こうやって見るとここもそれなりだな。終わりも、じゃああと何か、何も考えてないからちょ余っちゃったけど、走塁でも取るか。じゃあとこれ上げて終わり。結局どうなった、 PC 行ったしさすがだよな。新聖堂はやっぱめちゃくちゃ経験点だよこれさもう無駄にさ、なんていうの、無駄にコントロール E 上げてるからねいや普通に経験点2万出るとやっぱ行くよね PG。 いや これはさすがに使わないけど、この人は。で結局いくつだったんだっけ、2万600か。ボーナスはねそれなりに高いと思うんだよね。これでいくつよ結局、その総経験点的なやつ。8万で400かなかなかレベル高いよね。だから総経験点をもうちょっと上げないといけないんだよね。そうするとあと7位のね PSR プラゴをね取るのがかなりきつくて、その全然助っ人に設定してる人が少ないんで、結局20分くらい粘って今回44の7位をお借りしてるんで、まあ、そこがねうまくポンポンって見つかればね、早いと思うんですけど、まあ、やっぱり肝はそうですね、バックアップ経験点早めに上げて、あとはバックアップ経験点2倍をどのラインで使うかっていうところっすね。1回まあとりあえずそれなりの経験点出しておいて、その2人目以降はあとはてっぺんを狙うっていう感じ、もう来なかったら来なかったでそいつはしょうがないっていうやり方がまあいいんじゃないかなと思います。っていうかもう土曜になっちゃってるけどね。まあそんなわけで、もうちょっとサクチャレ頑張っていきたいと思います。あれこれいつまでだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、レベルがかなり高いことは確かですね。まあ新聖堂は経験点が出るんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。